はい、皆さんこんばんは。神カウンセリングアカデミーの遠藤です。今日はですね、新しいクレンジングをゲットしたので、それを試し使いしてみようと思います。で、これベルビータさんっていうところのやつなんですけど、お肌で一番大事なやつって何かなっていうと、クレンジングなんですよ。あのよく美容液とかね、みんなよくすごいいいやつ買ったりとかするんだけども、なんつっても美容家の人から言わせたりとかすると、絶対にいるのがクレンジングで、そのクレンジングにめっちゃこだわってるよっていうのがこちらでございます。はい、クリームっぽいやつですね。でね、ほんのりピンク色で、すごいいい香りがするの。バラだね。バラの香りします。てか、ちょっと生の手でそんな方がいいかもしれないですけど。このぐらい取ります。いくよ。はい、洗い流しました。どうかな、あのね、突っ張り感とかが全然ないです。すごい。で、これ2回洗うんだって、メイクした時なので、もう1回洗っていきます。ポン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 。なんかこれ美容液っていうか保湿がすごい強いらしくて、本当は40代50代の方とかすごいおすすめらしいんですけど、これ20代30代だっても大丈夫みたいです。で、乾燥気になる人とかすごいおすすめかも。遠藤も結構乾燥するんだよね。で、最後に洗い流すとか、もしくは拭き取りなんだって、あのクレンジングなんだけども保湿の成分が残りますよっていうことを言ってらっしゃったので、期待します。じゃあもう一回洗い流します。できた。あのね、全然乾燥しない。あのパリパリしたりとか突っ張る感がまずなくていいかなと思います。で、またこれね、翌日のコンディションとか化粧のりどうかなっていうのをまたレポートしたいと思います。楽しみにしててね。またね、バイバーイ。